どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうとえにゃんです。お願いします。はい、今日はですね、はい、みんな大好きお金の話です。チャリンチャリン。まあ、もうちょっとで僕らチャンネル登録者が10万人いくということなんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっとなんですけど、はい、まあ10万人ぐらいの YouTuber が、はい、まあ、どんだけ稼いでるのっていうのが気になると思うんですよね。そうですね。っていう話をしていこうかなと思うわけなんですけれども、その前に10分行きたいということで動画が、諸事情でね。諸事情で、うん、10分行った方がお金がいっぱいもらえるということで、うん、僕らの、はい、10分行くためにはって考えたところ、はい、まあ、ちょっと生い立ちと、はい、まあ、みんなにちょっと嘘をついてた部分もあるんですよ。なるほどね。みんな多分まあ蓮は知ってるんだけど、はい、みんなに嘘ついてた部分を、はい、お話ししていこうかなと思います。まあ、あゆたろうチャンネルのできた経緯ですね、全てをこのタイミングで分かっていただこうかなということで、はい、じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー、あゆたろうチャンネル。はい、ということでですね、はい、まあ、あゆたろうチャンネルができた経緯を申しますと、うん、はい、まあ、実は前にも言ったんですけど、公務員だったわけですよ、僕は。そうですね。まあ、市役所で実業団でテニスをやってました、はいはい、で、まあ、いろいろ多分ネット上では試合に勝てなくなり、やめて、うん、なんか目立つことをしたい、うん、自分はテニスコート立てたいから、うん、YouTuber になったんだっていうのが、まあ、世間一般に流れてる情報なんですけれども、はいはいはい、もう一つ裏があります、これには。裏があるんですよ、はい、っていうのも、まあ、私、はい、実は、はい、借金してました。大借金。大借金してました。借金をして、はい、まあ、これは多分その当時の仲間もみんな知らなくて、まあ、レンにはね、そうですね、言ってたんですけど、はい、まあ、何百万ですよね、はい、すげえ。200万300万とかかな、はい、てました、うん、でそれを返すために実は、まあ、仕事をしながらね、バイトみたいなこともしたり、いろいろストイックに睡眠時間2時間ぐらいで僕はちょっと活動をしてたんですけれども、はい、ちょっともう拉致が開かないと、はい、いうことで、なんか自分で仕事をしようと思ったのが実はきっかけなんです。なるほどね。まあ、もちろんテニスがね、はい、そうですよ、好きなのもそうだし、テニスコート立てたいっていうのもあったし、まあ、目立ちたいし YouTube も興味あったのは全部事実なんですけれども、はい、もう一個裏があるということで、はい、借金をしてて自分で仕事をしなきゃもうどうにもならないと。そうですね、雇われてちゃう。そう、雇われてちゃう。ちょっとこのままだと俺の人生終わってしまうということで、給料全部なくなっちゃうから。そう、給料日なくなっちゃう人だったんで僕、お金がっていうこともあり、はい、まあ、ちょっとこのタイミングでぶっちゃけようかなと思いまして、はいはい、でまず、まあ、なんでそんなことに陥ったかというのはまた、まあ、ちょっと込み入った話はしたいと思います、はい、次回、今日ね、ちょっとさらっと言っておきます、はい、まあ、なんでどういうふうに借金したのかまた気になる方はこの動画が再生数伸びたらまた話していきたいと思います。はい、まあ、それ置いといて、じゃあなんでこうあゆたろうチャンネルができたかっていうと、うん、まあ、仕事を勤めてて同じ職場だったんですよ、はい、そうです。で俺 YouTuber やるんだよねって言ったのが、まあ、そうですね、きっかけだったんですけど、揚げパンあげながら、そう、揚げパンあげながら、うんうん、なんか辛そうにしてたんで揚げパンあげるよっつって俺 YouTube やるんだよねって言った時には、実は僕ブログとかいろいろなネットビジネスの勉強を最初してて、やってましたね、何か一個当たればいいなっていう、まあ気楽な気持ちでいたんで、まあ無理だよ、ダメだったね、全部ダメ、うん、で YouTube やるんだって言って、はい、僕もじゃあ最初手伝いますって言って、ね、最初に上げた動画って実は僕テニスのチャンネルじゃなかったんで。そうなんですよね、うん、あんまこう言いたくないんですけど、まあその時ね、ラファエルさんとか、はい、ヒカルさんとか、はい、夜の街潜入系がかなりバズってた時だったんですよ、はい、そうですね、祭りくじとか、まあ、そういうのを上げてました最初。そうですね、登録者200人とか、黒いけどね、黒い黒歴史なんですけど、はい、新宿2丁目行って、うん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 、撮影したりとか2丁目でバイトしたりとかね。そうですね、いろいろやってたんですけれども、まあ伸びないです。ダメだったね。ダメでした。あれということで、はい、まあ、どうしようかっていう時にポケットウィズとコラボして動画が伸びて、ね、はい、まあ、そこでやっぱテニスやっててよかったなっていうのがあって、テニスの動画を上げ出して、はい、今のこのチャンネルがあるわけなんですけれど、うん、まあ、やるかね、あれ、あのボール限界まで膨らましたいからね。そう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 、あれが最初だからね。そうですよ、はい、で、まあ、ある程度収益ができてきて、うん、まだ連仕事してたんで、うん、僕はもう仕事辞めた後だったんで、はい、でもある程度、まあ、で連はちょうどね、これ言っていいのか分かんないけど、あ、いいって言われる、あの職場をもう変えようとしてて、転職しようとしてて、もう決まってたんですよ、就職も場所も、はい、場所も決まってたんですけれども、まあ、手伝ってて、まあ、ある程度収益がこうできてきて、まあ、そんな多くはないけど少しなら渡せるけど一緒に頑張るって言ったら、編集やりたくてしょうがなかったから、そう、即答で来てくれてっていうな感じが、まあ、最初のスタートで、ね、一緒にやるってなった、はい、まあ、その前にもう美穂たんはずっと手伝ってくれてたんですけれども、ね、まあ、それがきっかけです、うん、っていうのをちょっと話しておこうかな。そうですね、まあ、後々なんかこうね、後々あやたろうが借金したとかいろいろ出てても
嫌なんで先にね先手を打ってやろうと。そう先手を打って僕は借金してましたということで、はい、親にも迷惑をかけてみんなにも迷惑をかけて勝手に仕事を辞めた最悪なやつですが、はい、まあ今頑張ろうということで YouTube を頑張って、ね、頑張る気持ちは結構あるから、はい、そう、その当時も300人の頃とか名刺とかね毎日1000枚2000枚ブワーって ね、うん、駅で配ったりもしてたぐらい、はい、まあ伸びてよかったなっていう話なんですけど、これ聞きたい方は再生数伸びたら本当に話すんで、本当に裏の裏まで、うん、そう裏結構黒いんで僕の歴史は、はい、まあ、服の通りです。そう結構黒いですよ、はい、もうみんながえって思う、よくちょっとね、本当あのクズ人間なんで黙るぐらいだよね黙るぐらい、それやばくねみたいな人生終わってないみたいなぐらいのこともしてたんで、はい、まあまあまあそれの話はまた別の時から、はい、でまあこっからが本題です、うん、もうちょっとで10万人いくあいたろうチャンネル、はい、収益はどのぐらいなのということなんですけれども、まあ正直すごい変動がある時とない時ってあるんですが、まあ、一律にいくらとはまあ言えないんですけど、ね、はい、一つ分かってもらいたいのが登録者イコールお金の数じゃないんですよね。あ、そう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 、そう再生数イコールでもないんですよ。そうなんです、そうみんなが難しいな、難しい、だから100万人登録者いても、はい、僕たちの方が稼いでる可能性もあるし、そうだ、ね、逆に3万人とかの YouTuber さんの方が僕たちより稼いでることだって全然あると思うんで、まあ、その辺はちょっとご了承ください、はい。あともう一つあるのが、なんかネットであゆ太郎収入とか出てきて YouTube の収入が見れるサイトがあるんですけど、 あ、 す、ね、あれは当てにしないでください。合ってないね、あれは嘘です、うん、あれは本当1動画の1再生 0.1 円かなんかで計算したやつなんで、 そうあくまでね、あくまでそういう指数で測ってるだけなんで、大体 2,3 倍ぐらいは多分みんなあると思う、うん、見たところ、なるほど、うん、あると思う。ということでじゃああゆ太郎チャンネルはどういう風に稼いでるの、はい、いくらなのっていうことなんですが、はい、まあ、正直収入はめちゃくちゃ上がりました。上がりましたね、うん、めちゃくちゃ上がったんですけれども、うん、貯金ができたかというとそうでもない、うん、な企画で使ったり、うん、まあ、さっきものいろいろな事情で僕、うん、まあ、そっちに金を回すのもあったんで、でもお金の自由とか、はい、普段の生活の自由は増えました。なるほど、うん、そうっていうのを分かっててもらいたい、まあ、皆さんのおかげでなんですけど、うん、貯金がすごいできてるかっていうと、とてもテニスコートが買えるとかそんなわけではないですが、お金自由は増えましたと、うん、で僕らはじゃあどうやって稼いでるのかっていうと、再生回数、この動画を見てくれた、はい、そうです、皆さんが見てくれてるあの広告です。そう広告、まあ、でさっきも言った10分以上だと広告が何個かつくんですけど、はい、そこを見ていただくと、うん、1回ずつにこう、はい、僕らに入ってくる。で動画中に広告が流れてもうざいなと思わないで、まあ、これもお金になるんだなって思いました。あゆ太郎チャンネルのためにと思ってね、僕らのチャンネルだけ温かく見守ってくれればと思うんですけど、宣伝がなければ僕たちあのね、お金なしでただ働きになっちゃうからね。です。そうで、あとは、まあ、企業案件って言われる、あ、そうですね、まあ、ラケット紹介したり、はい、服紹介したりイベント行ったり、あ、そうですね、まあ、これが結構でかいよね、講習会とかね、うん、多分みんなが思ってる以上に1本の値段って高くなってきてて、はい、っていうのもやっぱテレビと違って、うん、専門チャンネルじゃん、テニスやってる人が見るチャンネルだから直にリーチがかかるわけよ、うん、だからやっぱレートって言ったらいいのか分かんないけど、まあ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 、そう単価は正直みんなが思ってるより多分高いと思います、はい、でイベント行くのにもやっぱお金かかるし、うんうん、なかなかね僕らもいろいろな自由ができなくなってきてる部分あるんで、ね、まあ、その辺はご了承くださいということで、正直どこまで行ったらいくら、値段はダメだよ、うん、値段はダメだけど、まあ、給料月でたまに100万違うこともあるね、はい、あれすごいね前の月と100万円ぐらいの誤差がある時ある、ね、そうとしてっていう感じかな、はい、どこまで行ったらいいんだろう、同じ YouTuber さん10万人ぐらいの YouTuber さんよりもしかしたら僕らはもらってる方かもしれない、確かに、うん、うん、ある意味お仕事をね、お仕事を結構いただいてるんですよ、っていうのはこの業界ソフトテニスっていう中の、はい、まあ、ジャンルで一応一番上ということで、はい、まあ、お仕事が専門としててね、そう専門として、うん、ソフトテニスの専門チャンネルとしては一番ということで、うんうん、お仕事が全部僕らに回ってくるっていうのがあるんで、はい、ありがたいことで、ありがたいうのがあるんで、みんなが思っているよりもしかしたら夢を与えられてるのかもしれないですが、うん、もっともっとねこのまま稼いでちゃんと、はい、もう僕ちゃんとお金も貯めれたことないんでしっかり、はい、まあ、ちょっとそれを凌駕する収益を得てやろうかなってタイプなんで、あ、自分が使うよりもこっちを超えてくる、そう量ね、でも昔からってこれがいけない癖でもあり、多分独立したらこっち系の方が成功するって言われてるんだけど、これはあくまでまだ成功、ね、大成功してないからあれなんだけど、はい、お金は使った方がいいよみんな、おーおーおー、貯めないで、おーおーおー、うん、っていうのは例えば1万人の登録者、はい、で収益がこんぐらい、はい、貯めるんじゃなくて使うんよ、うん、そうするとお金がないから頑張るんよ、おお、なるほどね、で次5万人収益が増えました、はい、全部使うんよ、うん、お金がないから頑張るんよ、おお、なるほどね、あ、でどんどんこの底上げをしていくの、はい、一発で入るお金の数、なるほど、でピタッ
と気づいた時に一撃で入ってくるお金が、回せるお金が大きくなってくる。はい、そう、はい、なるほどね。っていう作戦についてきてくれるから。あ、もちろん、ありがとうございます。それはもちろん、ね、はい、まあ、いい目仲間にも恵まれて自由奔放に今は生きてますが、はい、結構白状しました。だから YouTube はテニスのためでも僕が好きだからやってますけど、うんうんうん、しっかりお仕事としてお金も稼ぎたいのでやってる部分も、もう綺麗事は言わないんです。僕らはお仕事ですか。お仕事です。これはお金をいただきたいです。お金持ちになりたいです、僕らは。お仕事してないの、ニートなのってコメントたまに見ますけどこれがお仕事です。これがお仕事です。これでお金いただいてます。まあ普通のサラリーマン、まあこんな言い方はあれですけど、はい、よりかは自由で楽しくやって、うんうん、やりたいことやって、ね、やりたいことやって、まあ、お金はそれなりに多分いいと思います、はいはい、自由は聞きます。あとはもっとねでかくしてこのチャンネルを、発泡酒からビールになりたいぐらいね。そう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 、なりたいねビール飲んじゃってるけどあ、そう、これ言っときたかったんだけど。なんですか。まあ、これバカにするわけとか悪口じゃなくて、はい、まあ、子供たちのために来てくださいとか、うんうんうん、無償で来てくださいとか、うんうん、でお金、そんなソフトテニス好きならお金もらわなくてもいいでしょみたいなコメントが来るわけですよ。はい、それってなんか違くないですか。でも、まあ、これを仕事にしてやってるんで、ね、仕事をしてやって、はい、ある程度の、まあ、自分たちのも拡散力も出てきて、はい、子供たちのことを本当に思ってるなら、はい、僕たちをちゃんとした呼ぶと思うんですよ。そうだね、ちゃんと、うん、まあ、事務所通して、そう、事務所通して本当に思うならね、はい、さすがに、まあ、人それぞれお金がないとかの問題もあると思うんですけど、ね、だってトイザラスで行って、はい、店員さんにこれ子供のためなんでタダでくださいって言ってるのと一緒だから、まあ、そうだね。そう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 、そう、まあ、そういったソフトテニスのちょっとボランティア的なとこも変えていきたいなとも僕ら思ってるんで、はい、だからまあもうはっきり言っちゃうんですけど、塾だってお金払うから。そう、塾だってお金払うしそうそうそう、まあそういったところちょっと変えていきたいなと思いまして、はい、まあこれがね、なんて言われようと僕らはいいんです。別にソフトテニスの上の人からなんて言われようと、はい、まあいいんです。僕らは僕らのやり方で変えていければなと思えて、ソフトテニス始めて一番驚いたところはそこです。マジボランティアでしょ。野球はそんなことは絶対ないんで普通ね、公式のテニスもそうだよ。あ、そうですよね。一回教えるのにさ、いくらとか、まあ最近ちょっと変わってきましたけど、ただで教えに行くのが当たり前 文化なんですよ。すごいなそれ。ごめんなさい。だって大会見に行くのにもそうでしょ。確かに。まあ僕らがその辺を先陣切ってね、お金を、うん、取ってくっていう方もして、でもそれなりの対価をちゃんと提示しますよってことなんで、うん、僕らは。だからテニス教えてくれるぐらいに、うん、スクール先生ができるぐらいなればいいなって、はい、って思っております。はい、はい、ということでですね、はい、まあいろいろまとまりは悪いかもしれませんが、はい、まあざっくりなんとなくこんぐらい稼いでるなって、しっかり食べていけてるんだなっていうのが分かってくれれば、うん、生活ね、そう、生活できてますよということと、はい、まあ、一応僕らね、YouTube 以外にもいろいろやってるんで、 Yahoo、うん、クリエイターズ、ね、トップバズ、まあ、TikTok、インスタとか SNS 上でも結構やって、はい、活動してるので、はい、まあ、そちらの方もいろいろフォローしてくれたらね、ありがたいと思います。はい、お願いします。で、ね、やっぱね、あ、ちょっとごめん、これも言いたかったんだ。金が全てじゃないんだけど、はい、金って全てじゃない。もう何でもできるからね、うん、月があるから、ね、月いけるからね。金じゃないっていうのは、はい、金を稼いだやつが多分言う言葉だと思うんだよね。結局友達の結婚式行くのも、はい、どっかに遊びに行くのも、うん、こうやって撮影するのにも、うん、全部お金が必要なんですよ。そうなんですよ。お友達にプレゼント買うのも、うんうんうん、お返しにするのにも、そうだね、お葬式、誰かが亡くなった時にもお金が必要、ね、人と人がこう付き合うとお金が発生するからね。まあ、大事とか、お金はツールです、一つの。あ、そうだ、ね、大事、ツール、はいはい、それが全てではないことは確かなんですけど、うん、お金が全てっていうのもおかしいですけど、最初はまずお金だと思います、僕は。スタートはね、うん、そうだね。で、お金を稼いだ後に見えてくると思うんです、本当のお金じゃないっていうところが。あ、なるほど。僕はそう思います、はい、なんでお金を早く稼いで、うん、みんなのために僕は使っていきたいなと思います。最初お金稼ぎたいなと思ってたの、自分。あ、自分でね、うん、でもなんかね、うん、まあ、ある程度前よりお金とかがこう、うん、自由は利くようになって、そうです、ね、お金じゃないのかな、お金じゃなかったって気づいた。お、うん、結構俺さ、パンパンいろいろやっちゃうじゃん、こう、ね、お金をあげるって意味じゃないよ、なんかこう、うんうん、そう、いろいろエンターテインメントしてとか面白くしたいのがあって、お金をかけることが多い人なんで、うん、朝起きたらいきなりね、俺ネクシーが全部買うわって、ね、そう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 、だからこうなんかみんなを驚かせたいとか、そっちにお金を使いたいんだなと思って、はい、何度驚かされたっていうのを分かっててほしいなっていうことで、はい、まあ、お金をしっかり稼いでいきます、これからも。まあ、なので早くね、僕らもお金持ちになって銀の盾が欲しい、銀の盾もらって、金の盾もらって、うん、みんなにどんどん恩返しがしたいなと思いますんで、ね、まあ、
親とかばあちゃんとかね、まあいろいろ家族もいると思うんで、はい、このチャンネルのみんなにも、うん、僕らにかかってくれた人たちもね、うん、家族とか大切な人いると思うんで、はい、まあ、そういった人たちに早く恩返しができるようにさっさと頑張ります。さっさと頑張ります。はい、ってことで、まあ、あいたろチャンネルの全てというか、まあこんな感じで、ね、こんな感じで、うん、まあ収益の部分に関してちょっともくもくした部分あるかもしれませんが、うん、まあ、こういうふうにちゃんと仕事してるよっていうことを分かってくれれば OK です。もうちょっと言っとく、なんか具体例、まあ生活できてちょっと余裕ができるぐらいって言っても、だから、そうだな、でもね、分かんない、単純に、はい、そういう惹かれる部分なしの、うん、いろんな、なんていうの、こう撮影費とかこういう交通費とか、うん、例えばレノ給料バイト代とかも、そういうバイトのこのバイト代とかも全部ひっくるめて、単純なこの収益だけで言ったら、もしかしたら、うん、運良ければ1000万、うん、運良ければ行くのかなっては感じしますけど、運良ければだって80万稼げば1000万でしょ、そうで月、うん、大丈夫かなこれ。まあただ引かれる分があるんで、めっちゃ引かれるから、そう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 、うん、まあなんで早くとっとと頑張って、はい、みんなでいろいろ楽しいことしましょう。そう、くじ引いてね、もう、そうそうそう、もう本当は僕お金使いたいんで、めちゃくちゃ、もともとお金使いたい人なんだから、はい、浪費や浪費型やそう、お金を使ってどんどん底上げをしていくタイプなんで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、こんな感じで終わりましょう。はい、ということで、この動画がいいなと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイナーよし、はい、いっぱい使おうかね。フィギュア買おう。フィギュア買おうはやばい、気持ち悪い。いや、気持ち悪いよ、ちょっと偏見だろ。どう見よ。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖いもは知ってる、月が咲いて太陽が今枯れた。